疲れ様です。お疲れ様です。はい、本舗ひろろです。まあ今日も仕事終わりね。はい。ふーちゃん、カメラマンお願いします。はい。で、今日は、まあ今流行りの、ちょっとあるものをちょっとつけたいなと思って、はい。メルカリでポチったんです、ポチり大好きの。今回メルカリやで。いや、メルカリでもポチったんや変わりないでしょ。何か気になるやろ。気になる。今ちょっと流行り。流行りというか、まあどうなんかなとは思うんやけど、まあこちら封筒できていると厚紙で。で、中身は見たい？見たい。別に別に言われたら終わりやけど。はい、こちらです。じゃーん。あ、ミラーフィルムね。そうそう、ブルーミラーフィルム、はいはい、今純正でオプションでもあるんですか？なんかあるらしい、フィルムかなんか。へえ。まあレンズかは知らんけど、オプションでもあるらしい。ほんで、車検も通るみたい。あ、そうなの、ね、うん、普通に、まあ、貼り方は、車のガラス、フィルム貼るのと一緒。なんで、まあ、フィルム得意な人は5分もかからんのちゃうかなと思います。これ得意じゃないです。で、まあ、これ貼ることによって、メリットとしては、後ろから夜、車、ライター眩しい時あるでしょ。とか、太陽、夕日の太陽が眩しい時に、それを、防いでくれる、はいはいはい。まあ、あと種類によっては水を浸水するから、あの弾かへんというか、裏がちゃんとミラーが見やすいっていうやつもあるんですけど、はいはいはい、これはちょっとそれはどっちかは分からんねんけど、はいはい、まあ、とりあえず、まあ、ちょっと青にしたらおしゃれちゃうかなと思って、ね、はいはい、うん、今日は貼ってみましょうか。やりましょう、はい、ということで、まあこれはちゃんとアルファード専用設計20用なんで、はい、まあサイズちょうどに合わせて、多少のまあ誤差はあるとは書いてあったけど、うん、で開けてみるとちゃんと L と R と書いてあるんで、うん、R が運転席側、はいはい、で L が助手席側、うん、ちゃんとここに書いてあるんでね、見えるか分かる。でとりあえずこれ仮で合わせてみると、まあ、大体こんな感じで、大体合っておるね、うん。まあでも縁が大きいもんね、うん、なんで、まあ、今日はこれを貼っていきます。で、まあフィルム内に必要といったらやっぱ、うん、洗剤入りの、うん、水、はい、やっとく。とりあえずこれで掃除して、まずで、ヘラがなかったんで普通のなんか板金用のヘラいや、どっか行ったんやな。でもこれでも貼れるんで、掃除してやると。ゴミが入らんように。でもこれ、空気抜くとき、抜けんとき、もやもやするよね。する。だから俺めっちゃ嫌い。だからある程度もう乾いてから、もう一回ガーッとやったら抜ける。ああ、そうなの、ね、うん、ちょっと、乾かして。苦手やわ。もう車のフィルムは何十台と貼ってきたから。もう業者任せ。いや、貼ってきたけど、もう20代の頃やから久しぶり貼る。あ、でも前、まあ今違反やけど、ここ貼っとったんや。あ、ゴーストフィルムね。うん、ゴーストフィルム、運転席、助手席側。まあ今、車検通らなくなったんで、貼ってないですけど、ここだけ貼ってるけど、その三角のとこだけ。で、まあこれ、ほんま、日曜日に一人で貼ろうと思って、準備しとったんですよ。大雨やと思うんです。雨降り出した。ちょうど貼ろうと思って外出た、雨降り出してで、やっぱ雨男で、こんな感じやね、はい、で、まあたっぷりかけといて、で、フィルムを剥がします。で、剥がすのもこれ端からかけながら、これが剥がれへんからイライラすんね。違う、これ。こっちか。で、こうやって、結構剥がしやすい、これ。ほんますか？うん。車のフィルムって剥がれへんやん。はい、で、セロハンテープ両方貼って、あるね。やったりするやん。結構ね、これ一人で貼るとき、これかけながらすんねんけど、結構大変やん。あ、そんなせなあかんねや。うん。で、車のフィルムとかやったら、もう、こうやってかけながらせんなんか大変やから、ガラスにバーって貼って、ほんでバーってめくりながら、ああ、そういうことね、うん。かけたりすんねんけど、ちょっと落とすで、後でしょ。たっぷりこちらにもかけて、で、合わせます。ちょっ
るね。多少はやっぱ違うね、やっぱ。いやでも、うん、でも大体、大体。で、また上からかけます。ハケンとヘラでするとフィルムに傷がいくんで。まだ洗剤めちゃめちゃいい匂いするな、それ。で、こうやって抜いていきます。これちょっとここが。ちょっとやっぱ大きいからちょっと空気が入りやすい。真ん中から外に向けて。なるほどね、うん、ちょっとサイズが大きいからちょっと気持ち大きいな。これはもう根気よくいかなしゃあないね。うわ、俺こういうの苦手や。やっぱな、大きいとな、どうしても空気入りやすいね。ちょっとちっちゃめの方がほんまいい。うわ、気持ちいいね今の。でもまだ入ってくるね。まあこれはもう根気との戦いな。はんはん、ある程度半乾きぐらいになったぐらいで最後抜いてやったら抜きやすいんやけど、ひっついてくれんやけど、結構入ってんなこれ。横に伸ばさんと。うまいね。でも空気今どんな気持ちなんやね。空気に気持ちある。いや分からへんでしょ、うんうん、まあ分からへん。待ってよお父さんみたいな。冬はだいぶ抜けたよ。うまいね。うわ、でもかっこいいね、ちょっと。いや、ちょっと不思議になってきた。いや、いらない。嫌だよって言ってる。嫌だよ、俺は嫌だよって。ここが気持ちいいよみたいな。でもちょっと綺麗やろ。うん、青いよね、顔に。スパッタゴールドみたいなやったらいいですけどね。なんか色も何種類かあるんやろ。あるやろね、うん、地味な動画やろ多分。初めにこうやって貼るんやでって貼り方を考えた人ってすごいですよね。ね、ほんまにそう、ほんまにそれ、ね、でもこれはあれなんでしょうね。そのやってへんか、洗剤入れてへんかったら折れるんでしょうね。折れるし傷がいく。でもでかいのってどうしようもないですよね。まあ最終はなんか針で穴開けて抜くとかいう方法もあんねんけど、抜けへんかったらあんまりしたくないです。あ、そうなんですか。やっぱ分かるんですか、針の穴は。分かる時もあるし、ちっちゃい穴開けて。車のガラスでもどうしても抜けへん、真ん中に一個残ったとかあるやん。はあ、その時僕はあの針の穴、ちっちゃい穴開けて、そこから。ああ、そういうことね、うん。抜かしたりはしてた。もうちょっと乾いてから。まあこれはちょっと、もうちょっと乾いてから後で行こうか。どう？こんな感じで。うん。でもちょっとおしゃれになったな。まあこうやってちょっと置いときます。もうちょっと。その間に向こうやろうか。見た目おしゃれやね。うん、全然違う。もう綺麗に抜けてほしいけど。でも今は楽でな、ほんまに楽。あの車のフィルムのそうだけど、うん、もうアルファード用やったらもうそれ用で、ね、カットしてるのもあるんで。昔はね、昔は自分でサイズ合わせて切って、うん、ああ切りすぎたとか、うん、オートバックスですね、うん、いや買いよったね、オートバックスとかホームセンターで。そうホームセンター、エーモンとかな。昔エーモンあったやん。あったね、5% とか。あの、福崎のインターのあれとエーモンは、そのあれ作ったやろ、エーモンの。そうでしょうね。そうやろ、エーモン。エーモンってあれちゃうんですか、でももともとあの、プラグじゃないわ、なんていうんですか、端子とかあんなんですか。あ、そんな、そういう会社か。うさぎよう通るけど、ええもん見てしまう。あの虎のマークのね。そうそうそう。でフィルム貼る苦手？苦手。
むちゃくちゃ嫌い。だから俺も業者任せ。業者任せ。金に物を言わそうです。まあ業者にしてもらうのがそれは一番綺麗けど、うん、ちゃんとガラス外して。で、1枚もでしょ。うん、1枚もんで。でも結構高いやん。高い。まあこれは後で抜きます。もうちょっと乾いたら。なんかもう抜けそうやのね、うん。もうちょいやな。まあこんな感じで貼っていきます。はい。まあこれはもうちょっと乾いたやったらパッと抜けると思うんで。オッケーです。うん、まあこんな感じで両方貼ってしまいます。また。はい。はい、なんで貼った動画はまた両方貼ったまた後で撮るんで。はい。まあ今日はこんな感じで。まあまああとここ残ってるけどまあこれは抜くとして後で。完成まで、まあ、まあこれを貼ることによってどう？かっこいいですよ。かっこいいやろ。じゃあ完成まで飛ばしましょうか。完成まで。じゃあとりあえず一旦ポチッとします。はい、はい、じゃあたびたび、はい、はい、とりあえず両方貼ってみたんですけど、ねミラってまあ上がまっすぐでちょうどここ線入ってもわかります？うん、ここから下がちょっとこうやって斜めになって下がってるんですよ。まっすぐじゃないですよ、平らじゃ。曲って、ね、って書いてあったやろ、説明書にも。なんで下はすぐには抜けないですよ。で時間経ってくると乾いてくるとだんだん粘着力が増してくるので、まあ根気よくまあ1時間おきぐらいにこうやってちょっと抜いていってやっていきたいと思います。 あとここ下ちょっと残ってんねんけど、うん、これが助手席側ね。で、運転席側も、まあ、今、貼って。運転席側も貼って、今、軽くダーッと貼ったんですけど、ここ2本残ってるんで、これを、まあ、後で根気よく抜いていきたいと思います。おしゃれやろ？おしゃれ、おしゃれ。ほんまに。まあ、ちなみに、運転席側から、まあ、空気入って見てみると、こんな感じ。で、そっちも、こんな感じ。見にくくないですか？うん、見やすい、大丈夫。夜でも見えるって感じだった。なんで、あとは根気よくやるだけです。見た目全然ちゃうっす。え、見た目かっこいいやろ？はい、これ。全然ちゃうっす。うん、で、まあ、1500円ぐらい、まあ正直言って1300円だけど。はあ、安いっすね。1500円が1300円にちょうど値下げされた時にポチったんやけど。はあはあ、うん、これやったら、まあ失敗してもまだ、まあまあ、そうっすね。知れとるんで、で、また張り替えてもいいし。はい、あ。まあほんまに綺麗に貼りたいとかいう人はまあ業者とかミラーの交換型とか上からミラー貼るバージョンとかまあいろんなバージョンがあるんでまあそちらにしてもらった方が簡単です。はいはい、綺麗にできて、まあこれはフィルム貼ったことある人は分かると思うんですけど本気との戦いだよね。なんでまあでもいい感じです。まあこれは徐々に抜いていきたいと思います。はい、まあこんな感じでおしゃれになったでしょ。おしゃれになりました、なりました。いい感じ。ちょっと気になる。ちょっとでも計測しよう。うん、自分で貼ろう。いや貼れへん。貼ってっていう。誰に？ヒロロさんに。俺かい。ポンプヒロロさんにお願いする。じゃあこんな感じで今日もいいですか。はい。はい。まあちょっと長々と地味な動画になったんですけど。いやでもおしゃれです。おしゃれになるんで。まあで裏から見とっても分かるやろ。車裏の車やからも、まあ、貼ったるな。ちょっと綺麗な。ちょっとおしゃれやな。うん、なんで、はい。まあ、100点やけど、まあ、空気ちゃんと抜いてから。あ、まあまあ、全然。まあ、1日ぐらい経ったらもう完璧に抜けるんで。はいはい。うん、まあ、明日の朝には抜けてると思います。はい。知らんけど。外したったりして、ガーンって。まあ、こんな感じでどうですか。いや、OK です。はい。じゃあ、前回の福ちゃんのアルファード、はい、内装5000。もう結構回ってるんで。はい、うん。ありがとうございます。見ていただいて。ありがとうございます。こちらこそ。なんでまた、はい、よろしくお願いいたします。これからも、はい、じゃあ終わろうか。終わりましょう。はい、じゃあチャンネル登録お願いします。久々に言うたな。ということでほんまちょっとずつ増えていってるんで、はい、久々に再開したら、はい、うん、またこれからお願いします。お願いします。じゃあ終わります。ポチッとな言いたいんだ。